雨は現在、東海から東北南部にかけて降っています。この後、関東の沿岸部を中心に、台風周辺の発達した雨雲がかかる見込みで、局地的に非常に激しい雨の降る恐れがあります。予想される雨の量は、明日昼までに最大で東海で二百五十ミリ、関東で二百ミリです。また、さらに風が強まって、海上では大しけになりそうです。大雨・暴風・高波に警戒してください。